少々紹介いたします。第1年片山遥さん福岡大学。第2年平原愛香さん東京学芸大学。第3年新田真美さん岩手大学。第4年吉田香澄さん駿河台大学。第5年大志田萌恵さん立命館大学。第6年川端鈴香さん法政大学。第7年上谷鈴香さん九州共立大学。第8年松本千佳さん駿河台大学。以上8名によりまして女子 400m ハードル決勝です。58秒28。2位は吉田香澄さん駿河台大学58秒68。3着は片山遥香さん福岡大学58秒87。やばい女子 400m ハードル決勝結果が確定いたしました。優勝は立命館大学大志田萌恵さん。優勝おめでとうございます。